はいどうもこんにちは、スマイルキック代表の土屋です。今回は朝倉未来選手とメイウェザー選手の試合の予想をしていきたいと思います。少し前に私のチャンネルにて皆さんにアンケートを取っていただいたんですけど、その内容が朝倉未来選手とメイウェザー選手の試合の展開はどういう感じになるか、どちらが勝つかっていうような内容になったんですけど、全ての票を合わせると、1828票ですね、現在集まっていまして、朝倉未来選手が、負ける、圧倒的にね、差がついちゃってるよっていう票が、合わせると82票、この試合に興味がないっていう票も 9% いるんですけど、メイウェザー選手が圧倒するんだろうなっていうんであまり興味がないっていうことだと思うんですけど、これを全部合わせると、91票ってことで、9割以上の方が、メイウェザー選手が、圧倒するんじゃないかっていうような、回答をしてます。なんか残り合わせると 8% で 1% 足りないですね謎の 1% がありますけど、世の中のね、意見としても大部分の方がメイウェザー選手が圧倒するっていうことを言っているんですけど、でも中にはね、剛腕のね、こう強いフックが当たるんじゃないかとか、今、いろんな人にサポートしてもらってるから、今朝倉未来選手がこう強くなってるからワンチャンあるかもみたいな、絶対勝てますみたいな、そういう意見があるので、自分も一応格闘技を10年以上、かじってる自分としての、ご意見というか一意見っていうのも述べてみようかなと思います。一応、このアンケートに、コメントがね、来ていて、いろんな方のこの試合に関しての、意見っていうのが来ているので、ちょっと読みながら、自分はこういうことを考えてるよっていう、返信をしていきたいんですけど、一つ目ですね、朝倉選手が一発でもパンチを当てることか KO されないことのどちらかを、どっちを重視しているかによると、そうですね、朝倉選手が、一発ね当てたいっていう願望も言っているのもそうですし、多分メイウェザー選手と戦うとしたら、みんなが思うことなんですけど、一発は当てたいっていう、何の勝負やねんって思うんですけど、ただメイウェザー選手のディフェンス、多分世の中のねボクサー、歴代のボクサーでもトップクラスの、ディフェンス能力を持ってる、回避能力を持ってる選手なんで、一発クリーンヒット当てたいって思うのは、全ファイターが思うことだと思うんですけど、そのね、一発でもパンチを当てることを重視するか、あとは、KO されないで、あのメイウェザーから KO されなかったっていうところを評価されたいかというか、それによってね、どっち、オフェンスを評価されたいか、ディフェンスを評価されたいかみたいな形で、確かにどっちを選ぶのかなっていうのはあるんですけど、朝倉選手のね、性格というか、起業家精神というか、ちょっとこう、目立ちたがりなところもあるし、そういうのを加味すると、絶対一発当てるっていうところを重視するんじゃないかなって思いますね。あとはですけど、おそらく、メイウェザー選手が本気出したら、耐えられないとは思うんで、メイウェザー選手のやる気次第っていうところもだいぶ関わってくるのかなと思うんですけど。はい、次ですね。朝倉未来選手のパンチは当たらないで、メイウェザー選手の方が多くパンチを当てると。しかし、体格では朝倉未来選手が勝っているので、倒されずに試合終了。エキシビションなので判定はなく、どっちが勝ったかでネットは荒れると。そうですね。実際そう。これエキシビションなんで、前回メイウェザー選手と天心選手を戦って、エキシビションだったんですけど、倒されちゃったってことで、最近なんかエキシビションでもなんか、ね、KO 決着があるようなないようなって形で、なんか昔と違ってなんか、試合に近いっていう形で、なんか見せる、エキシビションで本来見せる、お客さんを楽しませるよっていう、スパーリングですよね、いわゆる。見せるスパーリングっていうイメージがあるんですけど、最近はなんか試合と変わんねえじゃんっていう、短い試合じゃんみたいな風潮あるんですけど、そうですね、どっちか勝ったかでネット荒れる、そうでしょうね、どのぐらい差がついたか、どっちが強いかみたいな、そういう話はありそうですけど、ただね、一応体格では朝倉未来選手は勝ってるっていい、そういう意見ですけど、世の中のね、格闘技やってる自分としてはあんまり体格関係ないですね。変な話、10キロ20キロ差があっても、もう強い人には勝てないですし、正直格闘技で体格がいいから強いっていうのは多分おそらくないです。自分の研究というか、体験上。次ですね。あなたたちが思っているより両者の間に実力差がありますと。そうですね、
当日は朝倉ファンはあまりの実力差に落胆するでしょう。兄よりボクシングテクニックがある回ですらメイウェザージムの4回戦のボクサーにボコボコにされていた。それがメイウェザーならどうなるか容易に想像がつくでしょう。それぐらいボクシングと総合じゃ競技が違う。まあその通りですね。まあ自分の意見に一番近いと思います。はい、総合とボクシングだと、まあ、ステップだったり、まあ、距離感どこまでを警戒してるか、総合はねちょっと警戒しすぎてて前が広い選手が多くて、でその分打撃がちょっと弱くなってるなっていう、まあ、認識で、ボクシングは本来もうちょっと近いところで駆け引きをするもんなのかなって自分は思ってるんですけど、ちょっと総合は駆け引きが甘いがためにその実戦距離が近くなった時のその濃密な駆け引きっていうものをなんかしてない気がしますね。まあ、遠い距離にかなり慣れてるっていう部分ではかなりアウトボクシングがうまいのかなと思うんですけど、ただこう結局近づかないとまあ戦いにならないんで、近づかれた時にちょっと弱いなっていう部分が出ると思います。次ですね。おそらくカウンターの右フックは当たると思うけどそれ以外当たるとは思えない。そして右フックのカウンターが当たったところでメイウェザーは倒れない。むしろちょっと本気になって一層未来選手がボコボコに殴られる。朝倉未来選手のことは好きだしファンだし応援してるけど、この一戦は 100% 勝てないって格闘技かじってる人ならすぐわかると思うよ。蹴り上げルールなら朝倉未来選手勝てると思うけどね。なるほど。自分もね同意見ですね。確かに当たると思ったら右フックだと思うんですよ。そう、右フックが強い、まあ、速いっていうのもそうなんですけど、左がちょっと右に比べてだいぶ使えてないっていう印象なんですよね。なのでその完成されてない左がメイウェザー選手に当たるかっていうと多分当たらないと。まあ蹴りとかそういうものがねペイントがあるんだったら当たると思うんですけど、ただその右フックも多分当たらないと思いますね。別に朝倉未来選手の右フックがすごくないってわけじゃないんですけど、メイウェザー選手がすごすぎちゃって多分当たんないんじゃないかなと思いますね。体格差とか、まあ、身長も朝倉未来選手があるのかな。まあ、ただ多分リーチ差は10センチぐらいメイウェザー選手の方が多分上なんですよ。でリーチとステップ、まあ、スピードですね、あとはディフェンスのスピード、まあ、全部がメイウェザー選手の方が上なんで、当たる要素って言ったら、まあ、経験、まあ、経験になるんですけど、経験もメイウェザー選手の方が上なんですよ。なんでまあ、奇跡的なカウンター、メイウェザー選手が無鉄砲に攻めちゃってこうフックのカウンターが入るっていうぐらいなシーンしか当たる瞬間多分ないと思うんですけど、多分そんな無鉄砲にね攻めるほどね落ちてないと思うんですよね、メイウェザー選手はね。次です。最終ラウンドの2分50秒ぐらいに蹴り連発して非難されると。まあそうですね、その蹴りを放つか放たないかっていうところもありますよね。まあ、自分はね打たないんじゃないかなと思いますね。まあぶっちゃけ言うと打って倒せなかったらダサいっていうのと、あと蹴った時に何されるかわからんから怖いっていう、まあ俺だったらねちょっと怖くないですか、あのメイウェザー陣営に何されるかわかんないっていう恐ろしさがあるんで、まあただ世界に名を売るっていう、まあ、ビジネスチャンスではあるんですけど、どっちを取るかですよね。まあ一発ゴークでしたっけ、まあだから2発ぐらい蹴ったら倒せるみたいなことをね朝倉未来選手は言ってますけど、俺はなんか2発じゃ倒せないんじゃないかなと思いますけどね。メイウェザー選手も多分ボクシング以外のスポーツだったり、まあ、格闘技もちょっとやってると思うんですよね多少は。なので、まあ、生半可な蹴りだったらいなされちゃうしクリーンヒットできないんじゃないかなって、そういうイメージがあって、なんなら蹴りやりルールでも負けるんじゃないかすら思ってますね。ボクシングの世界チャンピオンだったら、そうだな、キックボクシングのプロ成り立てぐらいだったらパンチだけで圧倒できると思ってるんで、まあだからまあ朝倉未来選手がそんなレベルじゃないっていうのは知ってますけど、まあ、それぐらいその蹴りに抑止力がないっていうか、そのパンチの本当に強いステップだったり連打に対しての強い回答があんまりないんですよね。ムエタイとか極めた人だったら別なんですけど、なんで蹴りをしたとて勝てるような相手ではないのかなっていうふうに思ってますね。じゃあ次です。当てたら本気になる、勝ちに行くなら初撃でぐらつかせるしかない。まあそうですね、まあ、自分もそういう意見ですけど、まあ本気になる、そう、まあ、前回のね天心選手の時みたいに、まあ、メイウェザー選手が本気になったら多分誰も勝てないんで、まあ本当に携帯変えるラスボスみたいな感じですよね。なんでまあ
そうですね。だから朝倉未来選手がボクシングではなく総合の動き、まあ、ボクシングにはない動きっていうものがあるとしたら、まあ、メイウェザー選手が舐めてかかってる時に、まあ、1ラウンド目でね、その動きをインストールする前に出して、わからん殺しで、効かせるしかないですよね。次ですね。未来さんって右利きだけど右手を前にしていなかったけど、右利きサウスポーですよね。はい、右利きのサウスポーなんで、まあ、右かなり強いですよね。次ですね。カウンターを得意とする選手とディフェンス名手のエキシビション3分3ラウンド、あまり面白い展開にはならない気がしますと。まあ、自分もここに来てちょっと朝倉未来選手の試合を結構見たんですけど、キャラクターの割には冷静に立ち回るで失敗を犯さない、なんか堅実なね戦いをする人なんで、意外とねメイウェザー選手が仕掛けない限り試合が動かないんじゃないかなっていう予想もありますね。あるとしたら1ラウンド目、その朝倉未来選手がメイウェザー選手の圧とかの実力を測れないままに甲子園球児みたいな感じでやるぞっていう気迫で押すっていうところが一番盛り上がるんじゃないかなと思うんですけど、それがなかった場合はちょっとしょっぱいのかなって、塩漬けにされちゃうんじゃないかなっていう予想ですね。あ、次のコメントが、ま、同じ意見でしたけど、塩試合って書いてますけど塩試合になってほしくないですよね。まあ、塩試合っていうのは展開が変わらない試合ですよっていうことですね。まあ、次ですね。パッキャオとそのチームメンバーは誰も勝てるとは言ってないよね、幸運を祈るとかそんな感じのことだけ、プロボクサーが見てそう思うならそういうことなんだろうなと。でも幸運を祈ると、グッドラック、なんか向こうの人って言葉遣いがなんか品があるというか、勝てるとも勝てないとも言ってない、応援してるよっていう、それをなんかそういう言葉で言うんじゃなくて、まあ、大丈夫とかそういうなんか安っぽい言葉じゃないのがすごいいいですよね。じゃ次、最後ですね。一発だけいいのを入って、そこからミクル選手は完璧に劣勢になると思う。ミクル選手が KO されるかされないかは、ミクル選手のタフさとディフェンス力がどの程度かがどの程度かで変わってくるなと。 KO されてるイメージはあんまりないんで、まあ、タフなんだろうなって感じはしますね。なんかよく見るのは腰が強いっていうね、なんか姿勢がねちょっとまあアップライトっていうか、ボクサーとよりは重心が高いんですけど、こう粘り腰というか、なんか粘り強いイメージがありますね。まあいろんな意見をね、見てみましたけど、まあ、自分の意見はどうなのかっていうことなんですけど、結論から言うと、まあ、手も足も出ないんじゃないかなっていうのが率直な意見です。まあ、なぜそう思うかっていう、まあ、理論付けですけど、そもそもやっぱボクシングと立ち技、まあ、キックボクシング、まあ、総合っていうのはちょっとねジャンルが違っていて、パンチしか打てないからこそかなり構えとかその重心のコントロールが大事になってくるんですよね。まあ、ステップもそうなんですけど、そこがちょっとこうほつれてる、まあ、いわゆる、まあ、ジャブにしろ、まあワンツーにしろ、フックにしろ、まあ普段の構えにしろ、このディフェンスの一つ一つにしろ、その重心移動だったり、その構えのバランス、安定感が、その一つ一つがね、どのぐらいのレベルでできているのか、もうパンチしかないんで、結局パンチを当てるところっていうのはそのほつれの部分なんですよね、きっと。その動きの穴を見つけて、そこを打つしかないんですけど、まあその穴が、メイウェザー選手はないんですよ。ほぼ。ほぼっていうか自分はない風に見える、あったとしても針の穴ぐらいだから一般の人には分からないです、まあ、自分レベルには分からない。で一方朝倉未来選手はこういくつか穴が見えると、まあ、メイウェザー選手に比べたら、まあ、大きな穴が見えると。なのでそこを塞がないと、まあ、いい勝負にはならないなっていうビジョンが見えてるんですけど、まあ、自分もねまだまだなんですけど、まあ、自分もキックボクシングやってたからこそ分かるんですけど、そこをねボクシング流にね変えるのはむずいっていうか、多分あんまできないんですよ基本的には。でキックボクシングのフォーム、まあ総合のフォームでいっちゃうと、まあ、ボコボコにされるっていうのがボクシングの世界なんで、だからそこの弱点が分かっていてあのフォームにしているんだったらいいと思うんですけど、まあ、あんまりいいビジョンが見えないなっていうのが一意見なんですよね。まあ具体的にどういうところかっていうと、やっぱり重心の高さ、あとは顎が引き切れてなかったり、遠い距離で戦ってるからガードが全体的に低いっていうところが、まあ、ベースにあって、こう打ち終わりだったり打ってる時にこうそんなにガードが高くないんですよね、ボクサーよりは。なのでまあそこをね見切られて狙われちゃうとちょっと危ないなっていうのと、あとはそのフォームが、まあ、
手の位置ですよね。手の位置が、まあ、一定じゃないのかなっていう感じはしますね。なんかこうトリッキーっていうと言い方がいいと思うんですけど、まあ、ただね、朝倉未来選手もおそらくメイウェザー選手みたいなスタイルね、いわゆるディフェンス型というかカウンター型、まあ、フィリーシェルスタイル、こういうメイウェザーのね、こういうスタイルがあると思うんですけど、まああれが多分そういうカウンター型の究極系だとしたら、まあそれに近い、まあ、スウェーバックとか、まあそういうのを多用するのが朝倉未来選手だと思うんですよね。まあ結構反射神経、スウェーバックできる人って反射神経がいいタイプが多いんで、まあただそこで戦っちゃったらさらに差が埋まらないなっていうのが思うんですよ。まああのスタイルの究極系がメイウェザー選手なんで、あのスタイルの神と入門したての人と戦ったら、それはちょっとこう勝ち目ないっていうか、なんでこう突破口を見つけるとしたら、まあオフェンスとか、まあ多少ねオフェンスに向かないと多分突破はできないと思うんですけど、ただじわじわ殴られて終わっちゃうと思うんですけど、そのオフェンスに向くためのスタイルにはならないフォームになっているっていう感じですかね。まあオフェンスとはいえディフェンスを意識して、向かわなきゃいけないんですけど、これは自分の勝手な予想ですけど、おそらくそこまでその強い相手と戦ってない、普段ね、普段めちゃくちゃ強い相手とかと戦ってない癖がついているのかなっていう雰囲気があります。自分よりもタッパが低いとか、一回守ったら守りっぱなしの相手とか、そういう人とやりすぎちゃうと、やっぱこうガードを下げて一方的にこう叩くっていう癖がついちゃうんで、こう攻め方がやっぱ一流のボクサーに対する攻め方ではないのかなと。アマチュアとかだとボコボコにできるようなダッシュ力とかは もちろん持ってると思うんですけど、そのパワーとかも、ただもう超一流のボクサー相手だと、相手もねディフェンスしながら、余裕でカウンター狙ってくるんで、カウンターを警戒しながら打てるラッシュみたいのがあるのかって言われると、まあ微妙なのかなっていうところですね。まあ朝倉未来選手のパンチが当たるのか当たらないかっていうところですけど、まあ、自分は当たんないと思います。かすりはするかもしれないですけど、がっつりクリーンヒットっていうのは多分ないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その根拠としては、まあそのリーチですよね。まずリーチが、メイウェザー選手のリーチが長いっていうのと、あとそのリーチを生かしたステップイン、バックステップが恐ろしく速い、なんならもうスウェーバックもめちゃくちゃ速いっていうんで、あのスタイルやられちゃったらフックっていう短いリーチのパンチは絶対当たんないんですよ。フックに関しては多分あの出入りにはもう合わせられないんじゃないかなって思いますね。パンチがもう異常に速い世界チャンピオンの方々からもほとんどクリーンヒットもらってないって、12ラウンド戦ってね、まあ、そんなことあるっていうそんなこと普通ないですよね。そんな反射神経、ディフェンス能力を持ってる人にフックがね当たるかっていうと、まあね、朝倉未来選手の右フックが世界チャンピオンレベルに速かったとしても当たんないと思う。まあ、それをだって回避し続けてるんだから、12ラウンド戦って何発当たんのっていうレベルのファイターなのに、3ラウンドで一発当たるかな、確率というか、まあそういう過去の試合を見てもそう言えるし、まあ、朝倉未来選手のテクニックが世界チャンピオンを超えてるとも思えないので、まあ当たらないだろうなっていうふうには思ってます。朝倉未来選手のパンチ力すごいっていう切り抜きが流れてくるんですけど、あ、ちなみに自分は別にアンチじゃないんですよ。アンチじゃないんだけど、なんかこう、まあ、見当違いかなっていう。自分は一応格闘技や、一応ね少し田舎でね教えてる身でもあるんで、まあ一意見をね、やったことない人には言えると思うんです。ちょっとこう勘違いしないようにっていうためにこういう動画出してるんですけど、まあ、パンチングマシンじゃねえんだよってそう、相手動くからね。だからパンチ力っていうのは、土台ができてから意味をなすものであって、テクニックとかスピードですよね、ハンドスピードとか、まあそういうものがなかったとしたらあんまり意味をなさないものなのかなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、自分もね一時期パンチ力が強いって溺れてたとか浮かれてた時期があったんですけど、全然それ意味ないなと。当たんないんだったら、まあ、当たってから磨けばいいものであって、当たったら倒れる、当たったら倒れるっていう、なんかそういうのあるんですけど、まあ、ミット打ちとかね、いろんな人の練習風景のコメントとか見て、これは当たったら倒れるとか、まあ、それは当たったら倒れるんですよ。多分それ全選手に言えることなんで、全選手が本気でフルスイングしたら、まあ、結構な威力が出るわけですよ。当たったら倒れるって言わせるような打撃を演出することはできるんですよ。ただそれを当たったら倒れるタイミングで、当たったら倒れる
スピードでノーモーションかつ正確にフェイント交えながら打つっていうのがまあ一流なんで、そういう打ち方するとなんだこれやって手打ちじゃねえかとか、だから弱そうってまあ素人目で多分見えると思うんですけど、逆にそこまで磨かれてないと多分通用しないのが、まあ、メイウェザー選手の領域なのかなって思ってるんで、素人目でこれ渡ったら倒れるって思われてると良くないのかなって俺は思ってるんですよね。だから むしろこうクリアにね、早いとか、なんか見えねえとか、そのなんか動きが異次元って言われるようじゃないとちょっと良くないのかなって思ってるんですけど、別に批判じゃないんだけど、まあ要はモーションですね。モーションの小ささ、モーションの小ささと威力で、モーションの小ささと威力、まあこれが両方高い位置にあればいい打撃って思っていいと思うんですけど、モーションが大きくて、まあ、モーションが大きい、まあ、こっち大きい、悪いところですね、威力がすごいっていうのはもう全員できることなんで、もう本当にプロだったら全員すげーってこれ当たったら倒れるって思わせる自信はみんなあると思うんで、そこで評価されちゃうとあんまりなんか面白い世界じゃなくなるのかなって、まあ一格闘技マニアとしてはそういう意見ですね。まああとね、その自分が朝倉未来選手が、まあ、勝てないっていう根拠もう一つあって、まあ、練習パートナーですね、スパーリングパートナーのレベルが段違いだって思うんですよ。イメージで言うとボクシングの中で朝倉未来選手は今、まあ、最初のダンジョンからちょっと抜け出て、まあ、中間ぐらいのダンジョンで今経験値を積んでる感じです。ただメイウェザー選手はもうラストダンジョンなんです。もうラスボスがいるダンジョンで、まあ、なんなら、まあ、自分がラスボスなんだけど、ラスボスのダンジョンでもう経験値を積んでるから、そら強いわけですよ。もう最強レベルの相手を相手にしてるから、すべての対策ができてるわけですよ。この世のすべての怖い攻撃、あらゆるテクニックっていうものが分かってるし、体験したことがあるっていう状態になってる。まあ、野球で言うと、甲子園球児とメジャーリーガーみたいな違いがあります。まあ、甲子園球児が悪いって言ってるわけじゃなくて、幅が広いという。強い人とやった時に、強い人といっぱいやりまくると弱い、その人よりは、実力がない人とやった時に、あ、これはいけると、いけるっていうか、まあ、いけちゃうんですけどってなるのが、まあ、格闘技の世界なんで、強い人とやればやるほど、まあ、強くなるのはまあ当たり前で、まあ、常に 誰しもがそういう環境を望んでると思うし、それを夢見てると思うんですけど、だから、まあ、いわゆる強い人がいっぱいいる環境がまあ最強だということなんですよね。まあ自分もそう思ってるし、まあそれはね、そのコーチのレベルが高いところもまあもちろんそうだと思うんですけど、なんでメイウェザー選手のスパーリングパートナー、多分もうやばい相手ばっかりですよ。もうドラクエで言ったら竜王とかバラモス、ゾーマ、ミルドラースとかでサムアとか、まあそういうラスボスとばっか戦ってるから、まあ自分も最強のラスボスになってるわけで、ね、ダークドレアムみたいな立ち位置じゃないですか。ダークドレアムに劣るラスボスたちと朝倉未来選手が今スパーリングできてるかどうかですよね。ラスボスぐらいの人とやっていれば、あのメイウェザー選手の動きにも順応できるのかなっていうふうには思うんですけど、ね、あの世界最強のボクサーからこう、まあ、一本取るというか、一泡吹かせるようなボクシングにはないテクニックが見れるんだったら、ちょっとそれはなんか期待ですね。一泡吹かせるようなテクニックはないと思ってるんで、そんなものがあるんだったらちょっと見てみたいなっていうような率直な感想です。では、9月の25日ですか、はい、9月の25日試合、ね、見させてもらって、感想動画を上げると思いますので、そちらも期待しておいてください。では今回は朝倉未来選手とメイウェザー選手の、まあ、エキシビションマッチの、予想動画になりました。どうもご視聴ありがとうございました。